はいどうもピオキングです。今日もですねスーパーマリオブラザーズ35やっていきましょう。いやこのゲームですね僕めっちゃ向いてるかもしれないんですよ。ごめんなさい、自慢っぽいかもしれないんですけどマジで負けやないんですよ。最初ライブ配信このゲームが出た時にですねライブ配信をしたんですけどその時はですね結構負けてたんですけどちょっとしたですねコツをつかめばこのゲームはね勝つことは結構簡単なんですよね。前回ですね僕が動画を上げてるやつを見てもらったら分かりますけど結構簡単なんですよ勝つのって。で僕ねほんと今ずっと負けなしです。この1の3はですね前回出なかったんですけどここはねマジで外れです。ここは秒数集めとかもうそんなんいいから下に落ちないようにだけやっていけばいいです。敵もね倒すことにもちょっと注力を注いでしまったら落ちる可能性があるんでほんとねこのコースはクリアするだけでいいです。今回楽勝に勝てるかもしんない。アイテムまだ全然ストックないもんね。アイテムストックないですよ。いやこれ結構チャンスだね。左上の人とねなんか最後対マンになりそうな気がするな。あ違う今度右下じゃん。あこれ多分勝った。よしオッケー。まあ、僕の動画をねこれ見てる方はもうわかると思うんですよ。まずスターの位置アイテムの位置そして10枚取れるコインの位置そして一気アップの位置これを知っておくだけで勝率がめっちゃ上がります。最初なんかさそこやられるやついるじゃんね。今もう一匹ってか一人やられたよね。あれ何なんだろうね。クリボーに当たってんのかなやっぱり。でここに一気アップがあるから取ります。で一番上のこの4つブロックあったハテナブロック一番上にですねフラワーがあるんですよ。僕はねあんま取らないかな。時間がもったいないっていうのもあるしそんなに必要ないかなって思うんですよ。だいたいこうやってねステージの最初アイテムあるからね無理して取らなくていいです。1の1の場合はねスター取ったらだいたいゴールまで突っ走れるからねまあファイヤーを無理に取る必要はないんですよね。よしうわちょっと待って危ねえ。おいやそういうわ危ねえよしそれじゃあクッパ送りますか。残り13人か。よし1の2来た。これチャンスだね。いや今回も勝っていきますよ。どんどん勝っていきましょう。あ待ってスター取り忘れた。いやこういうことあるんだよな。ちょっと待ってね時間がまずいな。一旦ここ早くクリアしようか。また1の2があればいいけど。あったねー。オッケー。やばい時間がないな。時間がない状態でのスピードアップはきつい。コインも欲しいな。アイテムストックが2個しかない。2個じゃちょっと心もとない。3つは欲しい。もう一回1の2行くか。1の2がない。それじゃったら1の1だね。1の3はマジでダメ。1の3ダメですから本当に入らないでくださいね。このゲームってね最後は結局ね残り時間の勝負になるんですよ。お互いめっちゃ上手かったらねもう残り時間のゲームになるから時間はね結構大事にしておいた方がいい。もう残り 2,3 人とかになったらねやっぱタイムを気にした方がいいかな。さて次は1の3ハズレだね。うわ危ない今クリボンに助けられた。危ねえ。それじゃあ1の3は突破して1の1に戻ってきました。ノコノコを蹴るとですね1匹ごとにねタイムが増えるんですよ。敵がいっぱいいるとこやねノコノコを蹴ってクリボーを蹴散らすのがめっちゃおすすめです。あっとここは2の3か。2の3はねきついんだよなここ。プクプクをめっちゃ遅れるのはいいんですけどステージ自体が結構ね落ちやすくて難しいんですよ。このゲームねやられるよりやっぱ落ちるっていうのはマジで怖いんですよ。このプクプクはですねファイヤーで倒していけば相手がね苦労するはずだから倒しながら行きたいねなるべくは。よしそれじゃ3の2行きます。3の2はね敵がここめっちゃいるんですよ。でここ跳ね返ってくるから注意。3の2も確か前回ではなかったね。ステージ的にもね若干難しくなるからちょっと注意していった方がいいかな。ただ時間がない時は最高ですね3の2本当にめっちゃ時間プラスになるから。ここスターがあるんですよ。3の2のあそこのスターもぜひ知っておいてください。まあ時間で言えば僕めっちゃあるからねこのまま時間勝負にしても勝てそうなんですけどね。さあ2の4ここが難しいんですよね。クッパはねクッパで遅れるからいいんですけどただ送り返されるから意外とみんな意味ないんだよね。やつは1の4をクリアしたのか。クッパ送られてきたね。
まあ、残り1人になったら敵を送ることも大事なんですけど、やっぱり時間だよね。時間がなくなるんだよこのゲーム、マジで。よし、オッケー。はい、それじゃあですね、今日はここで終わりたいと思います。ぜひですね、皆さんもスターの位置、アイテムの位置、そしてコインと秒数ですね、これを気にしながら勝ちまくっちゃってください。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。